大阪駅でございますね。すごいよね。大阪駅前です。あっちが阪急ホテルさ、阪急百貨店かな。で、この手前のこれが阪神百貨店。入ってるビルですね。大阪のど真ん中ですけど、今日はここからスタートです。案外、大阪駅をじっくりこう見上げるっていうか、見るっていうのはなかなかないですもんね。やっぱり立派やな。だからむちゃくちゃ変わったよ大阪。これが大阪丸ビルですね。大阪を代表する、ホテルやったかな。上はすごく大阪では馴染みのある大阪丸ビルがこちらも営業終了してもう解体作業に入ってる。ああなるほどな。変わっていくもんやね。今回は行くところはその中でも全然変わらへんという、大阪駅前ビル、ここがいいんですよ。第1、第2、第3、第4まであったのかな。ビルが商業施設と地下とかにですね、もうサラリーマンの方が、集いはるですね、美味しくてお安いお店がもう集結してる場所。今日はそこの第1ビルかな今日は。はい、そこでですね、いい料理といいお酒ガツッと飲みたいなと思って来ました。さあこちら第一ビル、昭和45年にできたって聞いてね、同い年なんちゃうかなと思ったことがあって、私も昭和45年生まれ、万博の年ですからね。でこの横が第二ビル、ビルの中をねちょっと撮るのはね許可がいるのでね、はい、もうお店から始まると思いますけど、気になる方いらっしゃったら見に来ていただきたい。安くて美味しい店いっぱいあるから。はい、着きました。寿司屋伊勢門さん。うわーすごい。これ第一ビルの中っていう感じっていうか、もう普通のお店です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここにメニューが隠されてると。飲み物と、いいね、カウンターでね、大概あんなお酒こう、これがもうワインとか焼酎とかチューハイとかソフトドリンクで、こっち見ると日本酒メニュー、ハイボールいきますか。やっぱりの値段が大阪駅前ビル価格ですよね。そうです ね、はい、これはやっぱりええわ。ハイボールを、ハイボール、はい、はい、かしこまりました。来ました、ありがとうございます。すいません、ハイボールです。石万って書いてあるすごい、いいね、この泡が。ちょっと行こうと思います。いただきましょうか。うまい。何しようかな。まあとりあえずお任せを作り、これ三種盛りを。三種盛りで。はい。はい、どういうのが入ってるか。三種一丁です。よっしゃ。いいね。いいです。いいです。いいです。こういうテンション上がってくるわ。テンション上がってきた。うわ迷うな。迷う。わあいっぱいあるな。すいません、それと、はい、うなぎの肝のたれ焼きを。たれ焼きで、はい、はい、こっちも煽ってくるな。よいしょってなると煽ってくるな。どうやされるとなんか言ってまうな、酒。やっぱりサラリーマンの方多いですよね、ここは。ですね、そうですね、はい、仕事帰りに来られる方多いですね。前第二ビルも来たんですけど、はい、おトイレが1箇所ですよ、ここビルの。そうですね、1箇所っていうか、まあ、みんなで使う、どのお店の人もそこに行くっていう、はい、用手たら店戻ってこられへんのですよね、あれ。そうですね、道に迷われる方結構いらっしゃいますね。そう間合い、
外したらものすごく並んでるから気ぃつけて、ギリギリで行ったらやばいみたいな。関西以外の人が来たらびっくりすると思うわ。だってどこに地図見な来られへんもん、絶対に。巨大な迷路みたいな。ねえ、ここダンジョンみたいな。うわあ、なんか炙ってくれてるな、ボックス映画をする。失礼いたします。はい、作り三種盛りですね。おお、はい、来ました。これうわ、色してるわ。本マグロ赤身、シマアジ、クエご用意させていただいてます。クエ入ってんの、はい、クエ入って800円。そうですね。いや、これ恐るべし、大阪駅前ビル価格。はあの、これに合う日本酒をグラスでいただいていいですか。日本酒かしこまりました。はい、すいません。焼きうなじのタレ焼きです。早い、どうぞ。うなじのタレ焼き来た。これやっぱり量多いよな。日本酒も来ましたか。はい、これは何でしょう。こちら石門ですね。石門、はい、あ、お店のオリジナル、オリジナルのお酒になってますね。あの岐阜の小左衛門さん、はい、酒蔵であのオリジナルで作っていただいてますね。うわ、おしゃれな感じでできた。お店の名前ついてるから美味しないわけないですよね。これで60点ぐらいの味やったら。なんで名前つけてんだろう。じゃあお食事に合うようには、はい、ご用意させていただいてるになります。うまい、小石もうめえ。これ不思議な日本酒ですよね。あの、そうですね、いつも飲んだら辛みが前半に立つとか後半に立つとか、まあ、水のようにスッと入ってくるとかそういう表現はできんねんけど、石門は舌の上でまとわりはつくねんけど、最後こう全体的になんかボワッていう味になるね、口の中で。そうですね、はい、あ、この日本酒初めてやわ。いや、うま辛って言うの。うま辛ね、はい、うまみの強い、ちょっと辛口味、辛みはずっと続いてますもん、はい、ちょっと飲んだだけで。でも舌の上はなんかこの辺辛いで、舌の上はなんかまろやかみたいな。そうそう、これ押すやつ、これぐらいにしとこう、大人やから。これすごいボリューム、肉厚。クエからいきたい、これ白身でいきたい、ちょっとでいい。甘いな、甘いスナイクウェって、はい、あ、肉厚やけど口の中で鬱陶しないっていうかね、甘みだけ感じ出して歯ごたえ出して、そうですね、ふわーって入っていくみたいな。大阪駅前ビルって店でいうとコツあるでしょ。そうですね、もう1000ぐらいはあるよね、絶対に。1000はないか、1000は言い過ぎだ。1000は言い過ぎですよね。そうやね、100以上あるかもしれない。200ぐらい、はい、年々増えていきますよね。だってでも安うて読まないと残っていかれへんもんね、はい、そうですね。魚の扱い方が上手なんやろうな。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しい。うなぎの肝いこう。こんだけ入って650円。うわ、これ全部税込みですか。あ、税込みです。うわ、650円でこんだけボリュームある。苦味ないですね。ありがとうございます。
ちょっと苦味がほんまちょっとやる。大体こういうカウンターのお寿司屋さん緊張するもんですけどね。その変な意味じゃなくて、なんぼなんねやろうとか、その金額、はい、やけどここはほんまに全然緊張せえよ。全然緊張せえよっていうのはええ意味でね。こんにちは。ちょっと今、こんにちは。結婚式の帰りですか。あ、どうですか、芸能人で初めてですか。そうしましたね、僕で、ほんまに。ありがとうございます、すいません。外で今、ちょっとこう、なんでも、すごい、まあ、芸能人、いや、言ってくれたわ。ハイボールと日本酒交互で行って、こんだけ交互にするの、2700以来。これなんやろ、本マグロ、トロ、ウニ、イクラ、当て巻きってなんですかこれ。細巻きのシャリがない状態で中身だけ巻かせていただいてますね。その本マグロと、イクラとウニとあと芽ネギでシャリなしで巻かせていただいてます。僕芽ネギめちゃくちゃ好きなんですよ。芽ネギめちゃくちゃうまないですか。芽ネギ最高です。最強や。じゃあそれを当て巻きをお願いします。はい、こんにちは。あ、ほんまに、はい、ほんまに見てます。ほんま、まだ見てください、はい、コメントください、はい、お待ちしてます。ありがとう。さあ次これ行こうか。やっぱお寿司屋さんの感じするよね。ちょっと中杯のガリっていいですか。かしこまりました、はい、今日は日曜日なんや。日曜日は4時からですか。日曜は4時からです。4時から本体さんね、周りも結構シャッター開いてるんですけど、日曜なんで。いやこれなぁ、やっぱちょっとビル的には取れないので、さんもね、そのまんま上からドーンってきたけど、もう丸ビルももうなくなります。なくなるしね、今工事入ってるし、なんかどんどん大きいビルもできていくし、ほんまにこの大阪駅前ビルだけが昔のまんまずっとおるもんね。ここは変わらず、ゴラゴラの親父やったらこの辺歩いたら泣きそうなるわ。子供の時に見てた風景と全然変わるから。あ、なるほど、はい、これあれか、ハイブリッド。ハイブリッドですか。さっきメンバー、はい、消化したメンバー全部入ってんね、一貫ずに一貫に。モールスターです。これ見ませんよね、他のところでなかなかね。これすごいわ。マグロも食べて、マグロも前は美味しい。ありがとうございます。失礼します。ガリチューハイですね。どんどん来るわ、どんどん来るわ。ガリチューハイ来たね。やっぱこれお寿司屋さんならではですよね。なんかこう、まあいろんなとこであるけど、はい、やっぱガリはこのお店のガリ使ってるわけでしょ。そうですね、はい、まあ、また味わいが違いますよね、そら。え、このガリの横に入ってる緑のこれなんですか。大葉ですね。大葉入れた、はい、でレモンと、そうですね、で、あと少し岩塩かけさせていただきますね。大人のパフェやな。何言ってるか分からへん、こういうのできてるから分からへん。大人のなんかパフェ感がある。全然うまいこと言うてないよね。全然うまいこと言うてないわ。これなんか恥ずかしいだけの話。いや、さすがでございます。いや、どうも。すぐもう持って帰ります。いやいや、やめて。これを、うわうわええー、よな。これどんな味すんのやろ。大葉と岩塩とレモン。これをちょっと、ま、もう混ぜて。あ、でもレモンの香りも効いてるな。忙しい味やな。ガリが甘い。あ、そうです、ね、すごくいい。あの大葉入れてくれてるからガンっていうパンチくるみたいな。でも最後はここの独特のガリの甘みがパッと口の中で舞うからすっきりしますよね。そうですね、美味しい。
全部入ってるやん。ちょっとだけわさびをのして、うわ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 、行こう、よし行こう、ちょっとつけての、行こう、めちゃくちゃ美味しいわこれ。その先の刺身もうなぎの肝も美味しかったけど、もう王道に美味しいですよね。はい。うわ、なんか忙しいわ、両方の前から。鉄板に美味しいものが詰まってますもんね。何に美味しいもん詰まってんねんけど、やっぱりこう美味しいスキル高いからガチャガチャせえへんっていうか、どうぞみたいな、あなたからどうぞみたいな、その味のうまみ出してくるというか。前もお寿司屋さん行かせてもらったんですけど、やっぱ、はい、海苔もやっぱりこれね、そうですね、うん、あのこだわってはるから全部が美味しい。で、芽ネギ。芽ネギ最高です。芽ネギの最後のこう掛け布団の一番上みたいなあの味の感じがやばい。イカ好きや。イカ耳と50円、はい、頼むん照れるわ。50円以上のですけど50円です。そうやね、はい、イカ耳、イカ耳、はい、はい、で、イカゲソ、ゲソ、メネギ、メネギ、メネギだけイカにしてもらっていいですか。メネギ、はい、好きなんですわ。ホタテ、ホタテ、はい、このガリ中はあんま見たことないですね。具材多いんで、追いチューハイもできます。追いチューハイもできんねや、はい、追いチューハイにしたら何本になるんですか。その350円で追いチューハイできますね。もうこれでどんどんガリうまっ。何やこれ。来ました、ゲソとイカ耳。いいね、これぐらいが、これぐらいのサイズ感最高。このイカ耳、こっちですよね、右手ですよね、このイカ耳が50円、はい、ありえる。うまい、うん、わさびの効かし方絶妙。めっちゃうまい。だってイカって耳がうまい、一番うまい言う人もおるじゃないですか。そうですね、歯応えあるんで、うん、耳の方が。それが50円。うん、また耳と違う歯応えがうまいですね。うん、そうも人気ですね。ね、特におっさんイカ好きっすよ。そうですね。なんやろあれ、めちゃくちゃおっさんイカ好きやもんな。大体の方が頼まれますね。もう大概食べるわ。小味とイカ人気ですね。小味とイカ人気。だからあのちょっとでその油乗ってるやつちょっとでいいんだよね。もう食べられへんでってなってくるんだ。あんな食べたいの、もうこれぐらいの小分のサイズでやってくれた方が量食べれるから、種類食べれるからいいですよね。そうですね。ホタテですね。うわ、塩レモンで味付けしてるんで、そのまま召し上がりください。ありがとうございます。うわ、この器がえない。うわ、ホタテ。あ、おいしい。塩レモン最強やな。美味しいわこのホタテ。甘くて、幸せな時間。
出た。すいません、芽ネギです。出ました。うわー、芽ネギきたほんま好きや芽ネギ。器がでもみんな綺麗ですねこれすごい。お前が一人のエーサイズ、うまい。せやね、いつも思うけど芽ネギうまってなるけど芽ネギの勝利でもあるけど、カツオ節の勝利もありますよ陰で隠れてるけど、そうですね、阪神でいう平田ヘッドみたいなね、分かれへんけど、なんかこう岡田監督がフューチャーされがちやけど平田ヘッドもやっぱ支えてくれてあるという、カツオ節平田ヘッドやね、おいしいわうん、一見パッと見たらシャリちっちゃいんかな思うけど、はい、ネタがしっかりしてるから、はい、そのシャリの最後うまみが最後に出てくるから、これでええですね1.5 倍シャリやったらこれもう重いわってなるけど、そうです、ね、このサイズが一番ええですね、はい、これ見事やわ見事。最近覚えたんです、トロタク、これうまいね。トロタクいきます、巻物のこれで締めます。トロタク一丁です。いいよいいよ、俺もいいよやわ。トロタクいきましょう、トロタクいきましょうって何の話なんかな思ったら、トロとタクは巻物そう言われてって言うたけど、食べたらめちゃくちゃ美味しいですね、トロタクっていろんなとこでいろんなトロタクを、相性いいですよね。ねえ、相性めっちゃいいですよね、はい、巻物の中では結構注文数が多い、トロタクトロタク多いですね。そうやな、わあ、トロタク失礼いたします。来ました、うお、色してんな、トロトロやね、本マグロのトロでしょ、はい、内マグロは全部本マグロですね。ちょっとだけピャッとつけすぎかもしれんけど、うまい、あ、おいしい、あ、そう、あ、うまいわ。たくあんの味バーンってから、シャリがバーンときて、海苔がふっときて、最後本マグロのうまみ、ごちそうやね、これ。うん、バンバン食べて、はい、お締めして、どうも最高やってて、帰ろうかまた来ます。